速稼塾の久保です。前回の全年代別貯金額どうでした？ほとんどの方がお金がないっていうことになるんですよ。逆に言えば100万円以上の貯金を持っている方はお金のことに関しましてはもう上位ランクに入っているってことなんですよね。よく言われるんですけども、日本人に生まれただけで世界の上位 2% に入るって言われてるんですけども、その中でも貯金額100万円以上持っていれば年代にかかわらずさらにその上位 10% に入ることができるって言っても過言ではないと思います。ではですね、ここで年代別の貯金額の割合を出たところで、ちょっとね、これを分析してみたいんですけども、20代では貯金100万円以下の方が7割以上なんですよね。これはまだ経験マスク、給料もあんまり取れてないっていうところで、まあ仕方がないことだなと思うんですけども、注目するべきは30代、40代、50代がいずれも 50% 前後ですよね。2人に1人が貯金額100万円以下っていう、その割合が変わってないってことなんですよ。要するに、20代であろうとも、30代になろうとも、40代になろうとも、50代になろうとも、貯金額が100万円以下という、もう引き落としの残高ぐらいしかない人が大半だってことなんですよね。これはなんでそういうことになるんでしょうかね。反面、残りの2人に1人は、年代に応じて資産を爆発的に増やしていって、それこそね、数千万とか数億円というお金を作って、平均値を押し上げているんですよね。この差っていうのはどうしてできてくるんでしょうか。どう思います?私としてはね、これね、無駄遣いをするか、貯金の癖がついてるかってことだと思うんですよ。私は必ずしも貯金を省エネするものではありませんけども、自分の収入に見合った額を使っていく、そして多少残るように、余力を残るように使っていくこと、そして今までお話したお金をなくすための習慣、もしくはお財布の中にこれを入れといたらお金が残るよ、こういうふうな状態のお財布はお金が残りませんよ、こういったことに気をつけている人っていうのは結局年代ごとに残すお金が増えていくっていう現実になると思うんですよ。そしてそれが30代よりも40代、40代よりも50代というふうに、給料をもらう回数が多ければ多いほど残っていく額も増えていくってことはうなずけると思うんですよね。そしてお金のスキルが上がっていくわけですから、20代よりも30代、30代よりも40代、40代よりも50代の方がお金を作る、そして残すスキルがもうすごく伸びているってことも言えると思います。逆に言えばですね、厳しい方になりますけども、40代になっても50代になっても貯金が増えてないってことは、お金に関して全く考えてこなかった、もしくは一発逆転みたいな使い方をしたり、一発でなくすようなことをしてみたりとかね、非常にギャンブル性の高いお金との向き合い方をしていたってことになると思います。まあ、ですんでね、非常に危険だなと思う反面、まだまだやることに、希望があるかなっていうのも言えると思うんですよ。じゃあこっからの人生なんですけども、お金をいっぱい残すように、もしくは稼ぐように生きていくのか、それとも今までと同じようにお金の問題から目を背けて1円10円を侮っていくのか、それはもうね、あなたの心がけ次第ということなんですよ。これからそのことについてちょっとお話していこうと思いますので、もうちょっとお時間をいただければと思います。それではちょっと待ってくださいね。はい、続きになります。ちょっとね、貯金箱を取ってきたんですよ。実はこう見えても私、貯金の習慣があるんですよ。幼い頃からです。そして貯めた貯金は一気に使う、そんな時が来たり、一気に預金する、そんな習慣があるんですよ。ただし自分の家計には影響のない範囲での貯金になってます。例えばね、こういうものです。ほら、観光地のお菓子の入れ物に100円玉を入れてるんですよ。これは外出して帰ってきた時に、まずね、玄関上がる前に必ずこの中に小銭をポケットから出してジャラッと入れることにしてるんですよ。ですんでストレスなく溜まっていくし、部屋の中に小銭は全く持ち込んでいないんですよね。そしてこれがいっぱいになったら貯金するか両替するか何かに使うってことをしています。それによって着実にお金が溜まってるなってことと、完全なるこれ余剰資金なんですよね。で、100円玉がずしっと重いですこれね、どのぐらいの、5万円ぐらい入ってると思いますよ、これだけでも。はい、じゃあですね、次です。10円玉もより分けて入れてあります。同じ観光地のね、あのお菓子の入れ物に入ってますけども、10円玉はあんまり多くないですね。で、次、1円と5円を入れてますね。1円と5円この中に入ってるでしょ。で、あとね、50円玉はこうやって木の箱に入れてますね。50円玉実はね、そんなに出番がないんですよね、っていう形ですね。そしてもう一個、一番多いのは何かというと、実はね、お釣りでいただける一番多い硬貨って500円玉なんですよ。もう目いっぱい溜まってるでしょ。これでだいたい30万円くらいです。何回もこの中から出して貯金してるんで、私はこの目分量で分かるようになってきました。お金のスキルが1個プラスになったと思ってもいいですよね。ザクッと一つかみするといくらっていうのが当たるってことなんですよ。よくね、昔の商店街の親父さんがザルの中に手を入れて、はい3000円ねとか言ったら本当に3000円だったみたいな話とかね、聞いたことがあると思いますけども、
これ1杯が30万円です。おそらくプラスマイナス2000円ぐらいのビサで誤差しかないと思います。そしてこちらの方にはね、500円玉2枚入ってます。ちょっとこれがいっぱいになっちゃったんで、こっちに入れ直してるところです。ということで、もうちょっとしたらこれもね、銀行預金の方に行くのかなっていうところですよね。このようにですね、貯金を習慣にしていると、先ほどお見せしたこれだけでももうすでにね、40万円ぐらいあるわけですよ、ね、何のストレスもなく余剰貯金って私は言ってますけども、何かの帰りに小銭とかをね、ポンと入れるとか、何かこう郵便屋さんが着払いねって来た時に、はいってお支払いしてお釣りをポンと入れるとかね、そういうことをして、あとは玄関口で先ほどの着払いじゃないですけど、払う時もこっから払ったりします。ですんで小銭を1円でピタッと払えるんで、まあ引っ越し屋さんとかね、配送屋さんもすごくやりやすいと感じていただけるんじゃないかなと思います。ということでね、やっぱり私もね、いろんな商売をやってぎったんばったんしてましたけども、実は貯金の習慣は幼い頃からあるんですよ。多分こういったものが会計の細かやかさとかね、1円10円を侮らない精神につながってるんではないかなと思います。もちろんこれ幼い頃からやっても、幼い頃ってそもそもお金の見入れが少ないですから、貯金のスキルはあんまり上がりません。貯金のスキルが圧倒的に上がってくるのって30代から40代にかけてなんですよ。ですんで今からでもいいんで、貯金の練習をしてみてはいかがかなと思います。例えば1日に10円だけ預金するこういった入れ物を入れとくとかね、外から帰ってきた時に私のように小銭を入れとくとかね、小銭の中でも1円だけを入れるとか、5円だけを入れるとか、100円だけを入れるみたいなことをしてもいいと思います。私の場合は全金額を入れるようになりましたけども、最初は10円だけをね、預金したんですよ。こういうふうに預金のことを考えてみるのもどうかなと思います。やっぱりね、貯金が趣味になってくると、まあ中にはね、ちまちましてしみったれたやつっていうふうに言う人もいるかもしれませんけども、でもそんなこと言われてもね、結局50代になって貯金が100万円以下なのか100万円以上なのかっていうふうに比べると、やっぱり100万円以上の方に入りたいでしょ、ね、そうなった時に貯金の習慣があるだけで、ほら私もう40万あるわけですよ、これ、ね、40万ってことは、私もあと数年経ったらこの40万が50万になり100万円になるってことなんですよ、うん、もちろんこれはね、収入の多さにも関わってくるかもしれませんけども、でも私としてもね、クレジットカードとかペイペイで払ってるところで現金で買い物することは少ないのに、これだけ貯まるわけなんですよ。だからそう考えると、本当にね、こういうふうに意識しない貯金っていうのが習慣になっていると非常に楽だなと思いますし、私が万が一ね、何かの時に資産を失っても、これだけあったら 1,2 ヶ月はね、この小銭だけでやっていけるんじゃないかなと思いますけどもね、家族を抱えながら、いかがですかね。じゃあもうちょっと休憩しましょうか。はい、いかがだったですか、私の貯金箱。ちょっとここまでをまとめながら、怖いことをちょっと言いますよね、うん、今貯金を始める習慣を身につけないと、多分お金に関してはね、収入が増えようが収入がこのままだろうが、多分ずっとお金に困ることになると思うんですよ。貯金の習慣っていうのは、毎日数百円数千円貯めるってことではありません。極端に言うとですね、週に1000円貯められただけでもいいんですよ。月に1万円でもいいんですよ。それが毎日100円だろうといいんですよ。とりあえず習慣をつけるってことなんですよね。そうすると、あ、今日貯金してないなとかね、今週貯金してないなみたいな発想にだんだんなっていきます。そして自分の貯金箱が増えていかないと、なんとなく焦燥感というんですかね、焦りが出てくると思うんですよ。それが大事です。貯金というのは将来にプレゼントする自分への贈り物ですからね。そう考えていくと、今私ね、8月4日を生きてますけども、先ほどお見せした40万円ぐらいの現金は、過去の私自身が今日の私に対してお疲れ様ってプレゼントしてくれた、手渡してくれたものになると思います。そして逆に後払いとかローンとか借金なんですけども、これは過去の自分が今の自分に金を出せって言って問答無用で取っていくような形ですよね、まあ、ですので自分の敵になってくるわけです。そうやって過去が自分の敵になるのか、それとも過去が自分の味方になってくるのか、これはね、非常に重い問題だと思います。そしてもう過去は変えれません。だからせめて未来を変えるために、未来の原因である今日を変えてみたらいかがかなと思ってるんですよね。今日1000円貯金するということは、将来の自分に1000円をプレゼントするということになります。それから当然ですけどもね、だからそういうふうな自分へのプレゼント、誰も損しないと思うんですよ。むしろ自分が得する。もちろんやりすぎな貯金はダメですよ。今日が苦しくって未来のためにねってことになりませんから、やっぱり無理ない範囲でね、例えば今日5円貯金できませんかね。5円貯金して今日食うに困るってことはないと思うんですよ。10円貯金して今日電気代が払えなくなるってことはないと思うんですよ。
そうなると貯金っていくらでもいいからやる習慣をつけることが大事です。最初は本当にねちっちゃいスタートなんですよ。私も10代の頃の貯金は本当にねお小遣いを1日10円1ヶ月で300円もらう中で、じゃあどれだけ貯金できるかって話ですよ。満額貯金しても1ヶ月で300円ですからね。でもその300円を貯めるっていう習慣が20年30年40年するとどうなるかってことは、先ほどのようにね手元に40万円あるっていう現実になるんですよ。そしてそれは無理ない暮らしを送りながら余剰資金での余剰貯金です。投資でも何でもなくって増えませんけども減らない、そんなね心強い自分の味方になっています。今日から習慣をつけてみてはいかがかなと思いますけども、どういうふうにお感じでしょうか。ちょっと胸にね手を当てて考えてみると、やっぱ貯金した方がいいなって気持ちになると思うんですよ。私は必ずしも貯金をしましょうというふうに勧める方ではないんですけども、こういうふうな習慣によって自動的に貯まるお金っていうのが少しあるとね非常に助かるというか心の余裕になるんではないかなと思います。そしてその心の余裕は現実的に自分の金銭の余裕につながっていると思うんですけども、いかがでしょうか。はい、改めまして速稼塾の久保です。長くなったんですけども、そろそろ貯金100万円の結論に移りたいと思います。貯金100万円を貯めるメリットっていうのは、実はね100万円という金額以上のインパクトがあるんですよね。それを順番にお話していきますけども、まず前提としては貯金100万円を持つってことは、今までのデータでもお示しした通りお金持ちの、ね、入り口に立ったってことなんですよ。100万円の貯金が貯められない人にお金持ちになるっていう道は開けないように、逆に100万円を貯めれる人って200万300万も目指せるんですよね。それをこれから3つに分けてお話しします。1つ目なんですけども、まずはね100万円貯めれたってことはお金の使い方がすごく上手になっているってことなんですよ。そしてこれはお金の使い方に対しての整理整頓ができているってことになります。なんかお金持ちの家ってすごくスッキリとしている、そんなイメージありませんか。あれはね本当でね、お金がたくさんある人って余計なものを買わないんですよ。対してお金がない人って机の上が乱れていたりね、部屋が散らかっていたり、要するにいろんなもので溢れてるんですよ。そのいろんなものっていうのは結局いらないものということができます。だってお金がいっぱいあってたくさん物が買える人の家はスッキリしているのに、お金がなくってあれこれ買う余裕がない人の家がなんでね雑然としてるんでしょうかってことなんですよ。それはただ単に部屋の広さが広い狭いとかではなくって、狭かろうが広かろうがきちんといるものといらないものを分けて、いらないものは買わない、いるものは取っておく、その繰り返しによっていらないものはもともと買わないっていう発想にたどり着くかどうかってことが大きいんですよね。で、無駄遣いが、自分自身の無駄遣いがよく分かるようになるんですよ。それが100万円を貯めた時に得られる一つ目のメリットになります。そして2つ目のメリットなんですけども、言うまでもなく100万円常に預金があるってことは心の余裕になります。突発的に何か出費を求められた時とか、突発的に何かねお金が必要になった時、友達が結婚したとか葬式があったっていう時にでも、その100万円があればすぐにスケジュール調整して旅費を払って工面することができるんですよね。これが大きなメリットになると思いますし、それを目指して預金100万円をする方が多いのも、納得できることかなと思いますよね。これが2つ目のメリット、余裕ができるってことですよね。そして3つ目なんですけども、これは未来の話になってきます。預金100万円以上貯めることによって得られる3つ目のメリットは、投資のことを考えることができるようになるってことなんですよ。もちろん100万円で投資をするっていうのはなかなかね危ない冒険になりますけども、100万円貯まったってことはちょっと投資のことを考えてもいいかなと、この100万円を200万円とか300万円に伸ばすように貯金ができるようになったら、お金を貯めることができたら、その時こそ自分に合った金融商品っていうのがあるんではないかなって、ということでね、 FX をちょっと考えてみたりとか、株の銘柄を見てみたりとかっていうのもそんなにおかしな話じゃなくなってきます。でも預金100万円できない人が投資をするってことはどういうことかっていうと、借金をするかものすごく少額でやるってことになります。当然ですけども、投資って少額でやって勝てるようにはなってないんですよね。例えば金融商品を買う時でも、1000万円持ってる人には1000万円の商品が行くんですよ。要するに有利な商品が行くんですよね。そして1000万円も準備できなかった方のところには数百万とか数十万という小分けした商品が行くんですよ。で、大体商品って小分けした方が割高になるでしょ。ですんで少額で始めれる投資ってのは、それだけ最初から手数料が乗っかってきてる割高だってことなんですよ。ですんでいきなり何億円というお金は投じれないかもしれませんけども、お金っていうのはですね、たくさん持ってる人が増えやすくなるっていうのは本当に真実なんですよ。10億円持ってる人って普通預金に預けたってそれだけで生活できるくらいのお金って回っていくじゃないですか。要するに人生から時間を買い取ることができる、それが10億円20億円という金額なんですよ。
でも同じ金利で回していても10万円しか預金できない人ってのは年間で受け取れる預金の口座っていうのはね、利息っていうのは数円とか数十円でしょ。だからなくてもいいような金額なんですよ。このぐらい違うんですよね。まあですんで100万円を貯めることによって自分はお金持ちの入り口に立ったという自覚と、そして心の余裕が生まれたんで、いろんなものをね、落ち着いて見ることもできるし、突発的な要求に応じることもできると。そして3番目のメリットなんですけども、投資のことをちょっと考えることができるかなってことなんですよね。言うまでもなく、労働によって得れるお金よりも投資によってお金を得る方が簡単で儲かりやすいんですよ。しかも二重の効果があって、労働によって得られる収入には高い税金がかかってきますけども、投資によって得られる税金っていうのはね、 20% しかかかんないんですよ。そう考えたらどっちがお金増やしやすいんですかってことになって、もう簡単な理屈なんですよね。でもいろいろとお金があることのメリットを考えても、投資のメリットに気づいていても、貯金が100万円できない人にはその道は開かれていないんですよ。ですんで、すごく悲しい話で冷たい話なんですけども、悔しいかもしれませんけども、まずはね、100万円を貯めることによって自分のお金持ちへの入り口に立ってもらいたいと思います。100万円貯めれない人にですね、お金持ちへの道って開かれてないんですよね。まあ、ですんで、何としても最初の100万円は地道にね、いっぱい働いてかもしれませんし、節約してかもしれないんだけども、歯を食いしばって貯めていきたいと、貯めていっていただきたいと思うわけなんですよね。ちょっと長くなりましたけどね、話の方が。私の本当にお伝えしたい100万円の効果っていうのは十分お伝えすることができたかなと思いますけども、いかがだったでしょうか。また感想などいただければ幸いでございます。またね、私基本的に取り直しをしてませんので、いろいろと言い間違えたりとかね、まあ、いわゆるこう言葉口が絡んだりしたのをそのままお届けしております。途中バッテリーが切れたりしてるのも構わずに話し続けてますんで、分かりにくいところがあったかもしれませんけども、そういうところはね、お問い合わせをいただければと思いますんで、さらに細かく詳しくお伝えしていこうと思います。それではここまで聞いていただきましてありがとうございました。速稼塾の久保でございました。では。